クロコダイル族は、ワニモククロコダイルカに属する族。模式種は、ナイルワニ。別名ワニ属。クロコダイルカの模式族。アフリカ大陸、オーストラリア大陸北部、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸北部、ユーラシア大陸南部、インドネシア、キューバ、ジャマイカ、スリランカ、ドミニカ共和国、ハイチ、パプアニューギニア、フィリピン、マダガスカル西部イリエワニ。 オリノコワニ、ナイルワニ、アメリカワニなどの大型種は最大6メートル以上にもなり、小型種でも全長2から3メートルに達する。興奮は細長い傾向があるが、基部の幅に対し最も長いアフリカ口長ワニでも長くて約3倍。また沼ワニのように興奮がふと短い種もいる。以下の系統種は2011年にロバート W メレディスエヴァン R ヘコラ、 ジョージ・アマト・ジョン・ゲイツィにより行われたミトコンドリア DNA 配列の解析で示されたものである。河川や湖、地上、湿原などの淡水域に生息するが、種によっては寄水域や海洋にも生息する。植生は動物食で魚類、爬虫類、鳥類,類、哺乳類、昆虫、甲殻類、貝類などを食べる。繁殖形態は卵性。 地面に穴を掘ったり、土や枯れ草、落ち葉などを集めた、塚状の巣の中に卵を産む。さらにメスは、卵や妖体を保護する。イリエワニやナイルワニなどは人間を襲うこともある。川は革製品として利用される。開発による生息地の破壊や、革目的の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。 ロバート W メレディス、エヴァン・アール・ヘコラ、ジョージ・アマトジョン・エイッ A、ファイロゲネティック・ハイポセス・フォーク・ロコデュルス・スベース・ドーン、マイテコンドリエル・ DNA、エビデンス・フォー、A トランスクリプション、アトランティック・ボヤージ・フロム、アフリカ・ツー・ザ・ニュー・ワールド、モレキュラー・ファイロゲネティックス・エボリューション60、183、191、ドイ、10.1016、 j インペル2011.03026ありがとうございます。